映画ゼロウェイストプラス持続可能な暮らしにご出演いただきました綾部義水の吉川貴子さん、宇治本長一さん、そして白鳥哲監督にご登壇いただきまして対談を行いたいと思います。お三方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう今日ね、はるばる京都からお越しいただいたんですよね。ありがとうございます。しかもすごくなんか偶然なんですけれども、皆さん非常に白とかこう柔らかいお色味でなっていてとっても素敵なんですけれども、こういうのもやっぱり皆さんの日頃の何でしょう、意識というか地球環境へのこう何かこう思われているところからちょっと今日のファッションは選ばれたんですか。じゃあ俺からでいいかな。どうぞ、藤本さんどうぞ。シンプルなことがなんか実は一番、はい、な気持ちが落ち着くなっていうか、僕たち今着てるのはそのオーガニックヘンプっていうか朝でできた服なんですけども、まあお値段的には量販店で買う洋服の丸が一桁ぐらいお高くはあるんですけど、でもこれを普段着にしてるとすごく着心地がいいし、大事なものを丁寧に着るっていうことでおのずと愛着が出てきて捨てたくなくなっちゃうし、ちょっとぐらい傷ついても、うん、でこのカップは、まあ、カップも持ってらっしゃる。これはあの今びっくりしました。パパラギさんで、はい、4年ぐらい前に買ったやつで、もうこれ買ったら手放せなくなっちゃって、うん、どこに行くにも持ってますし。それは何ですか、その何でできてらっしゃるの。プラスチックフリーの、あの竹かなんかの素材ですね。竹材で、はい、でこの時計はもう40年してる、はい、学校卒業して間もなく買ったやつで、でもこれも愛着があるし、はい、愛着があるもので身を固めると、うんうん、おのずと捨てたくないんでゴミが出なくなっちゃう。あ、はい、いいですね。ですごく着心地もいいですし、はいはい、気持ちが何よりも気持ちが豊かで、うん、はい、なんかこのストールもねおしゃれですよね。すごくお色味がまた差し色が入ってるから、妻っていうか女将が糸紡ぎからやって作ってくれたストールです、はい、すごいお上手ですね、はいはい、なんか買われたものかと私は思いましたけど、素人なんで、あのプライスレスなんです。プライスレス素晴らしい。でもあの初めてだったんですけど、うん、糸を紡ぐ時間、うん、あの本当に心静まる時間で、うんうん、こうとても豊かな時間で、はい、昔ガンジーがあの自分たちの独立の戦いの時の象徴として紡ぎ車を捉えてたチャルカっていう、うん、その気持ちのほんの一端が分かったような気持ちになる時間で、はい、本当に素晴らしい時間でした。手仕事、昔の本当電気も何も石油も使わない木の道具なんですけど、うん、改めて昔の道具と手を動かす喜び、そんなものに気づかせてくれた、はい、ワークショップです。ああそうですか。参加して、ね、お色味もなんか 2,3 色入ってる感じだから、これもなんかこう自然のもので作ってるんですよね、おそらく。そうです、うん、栗とこの茶色のところが栗の皮ですね、うん、食べた後の栗の皮を使って。あ、食べた後の。そうです。それは例えば綾部義水さんとかで食べてとか、ワークショップに参加してたみんなで集まって、はいはい、食べたというか、はい、それぞれが食べたものを持ち寄って、うんうんうん、り足元の素材だよね、はい、でこれが藍染めですね、うん、でちょっとピンクがあるのが茜染め。なるほど。じゃあいわゆる草木染めみたいな、ね、はい、そうです、草木染めです、ね、自然のものからいただいた色ですね、うん、要はケミカルなもの使わなくても十分こうやって綺麗なお色味が出せるし、はい、あのバリエーションも豊かに、深みが、ね、ケミカルでは出せない深みが出てきますね。それはすごく思いますね。ですし、おっしゃってたように愛着も湧くと思いますし、で加えて、ね、今のおっしゃってたようなこう全部手作業でやっていくっていうプロセスが、うん、自分たちの中でのこう物に対する向き合い方とか、うん、意識の変容みたいなのが行われてくると思うので、まあ、今回のこの映画でもですね、皆さんがコンポストされたり自分たちでこう、まあ、買い物は投票だって言ってこう一個一個考えて動いてらっしゃるところがありましたけれども、まあ、そのお二方のこの営んでらっしゃるこのね、綾部義水さんにおきましても、もう一つ一つ丁寧にこう紡ぐようにこう
設計をされてらっしゃるので、それがきっと、あの訪れる方のすごくいいインスパイアされるものなんじゃないかなと思うんですが、なんかそのあたりこう意識されてること、なんかよりこう、まあ、人間関係づくりとか、あの物へのこう意識みたいなところで、なんか心がけてることとかありますか？そうですね、いろいろあるといえばあるし、特にないといえばないんですが、うん、なんかこう無みたいです。全然の世界みたいな感じになってきます。だんだんあのお宿のためにしているというよりかは、うんうん、私たちがこういう暮らしが好きなので、はい、まあ、まずは自分たちがこんな暮らしがとても楽しいっていうのが自然に伝わるのが一番かなと思っています、うん、まさにクオリティオブライフっていう、ね、そうですかね、うん、じゃあ朝起きて、朝ごはん担当は夫なんですけど、はい、まあ、でも私も手伝おうと思ったら、朝起きてこうお庭に落ちてる小枝を拾うところから始まる一日が、はい、だったり、うん、朝起きて山の沢水が出てる場所があって、うん、お庭にそこで私はあの灰から作ったアルカリ液、はい、自分たちで灰から洗濯をするための液が作れるっていうことがつい今半年前ぐらいなんですけど分かって、その手作りしたアルカリ液で沢水で昔話のように桶で手洗いするんですけど、はい、その洗濯、ね、洗濯ですね。それがとっても愛しくて自分にとって大事な時間だったりして、その時間は多分お客様は見てないんですけど、はい、でもきっと何かこうやって日々続けてる営みが伝わるのかななんて思っています。でも本当にお二人とも楽しそうですもんね。すごくそれがなんか雰囲気にも出てらっしゃるし、はい、もうあの画面からもぜひ感じていただきたいなと思うんですけれども、もう本当なんか柔らかい空気がね醸し出されてるんです。お隣にも喧嘩する時もあって、あるんですか？あります、全然想像できないけど仕事を押し付け合ったりもしてますね、うん、でもあの僕たちの綾部吉水という敷地のエリアは、まあ、自分たちのとゲストのためのお米を無農薬 無肥料で作ったりお野菜作ったりブーだとかコッコだとか飼ってますけど、全くケミカルズフリーでやってると、そこの自然が僕たちを浄化してくれて、うん、おのずと心が穏やかになって、その穏やかさがゲストに伝わる、その心地よさっていうのが本当にプライスレスな、その暮らしのクオリティを高めてくれる。特にですから、そのゴミを出さないことによってケミカルなものをそこのエリアから発生させないっていうことが、いかに僕たち動植物にとって心の安らぎにつながるかっていうのをすごく感じます、はい、そういう意味で今回監督がゼロウェイスト、ゴミをゼロにすることが、その最終的には一人一人の心の豊かさにつながるんだっていうところにきちっと落とし込めたこの映画、素晴らしいなって僕はい思ってます。はい、監督はいかがでしたか？あの実際に、ね、もう取材もされて現場に足を運ばれてみて、その辺でその吉水さんのところであの感じられたものたくさんあると思うんですけれども、撮影現場が実際どうだったかちょっとお聞きいただければと思うんですが、ね、今あのこうやってお話伺ってても気持ちがあったかくなるじゃないですか。本当にニコニコしちゃう、ね、これってやっぱりその手間と暇をかけることの豊かさなんですよね。でそれが毎日積み重なってるので、その場所に行くとその豊かさを触れることができるので、あの胸の奥があったかくなるんですよ。でこれって我々が今失ってしまってきたことで、便利でその簡単で綺麗っていうね、そういうものを追い続けたがために失ったのは心を失ってるんですよね。ところが逆に今度は手間と暇をかけることで、まずは物に対する愛着が出てくる。で、そこの土地に対しても愛着が出てくる、さらにそこに愛が満ちてきますから、来る人たちがやっぱり心の奥にそれを感じるんですよね。で先ほどね高子さんおっしゃいましたけど、洗濯なんかも桶で
水洗いでされてますので、そこのね見えないところでね、その愛がね、あの布団からにじみ出るんですよ、ね、だからあの泊まるとですね、この布団にこう、こうなんかスリスリしたくなるような、そんなものがですね、やっぱ物自体にもね命があるので、それを綾部吉水で体感しましたし、で私自身だから一番感じたのは、そのゴミを出さないっていうことでゼロウェイストはスタートしてるんですけども、真実の愛に目覚めることなんだなって。だからこれは本当に自分のためになってるのかどうかって、買う段階でやっぱり選んでるわけじゃないですか。 その段階で自分の体にとって本当にいいものなのかどうかで、買う段階で選んでますから、あの扱う段階でも愛が違ってくるんですよね。真心が入ってくるし、はい、でその真心の入り方がどれしもがもったいない、うん、あのもったいないってもともと仏教の言葉で、あの物体がない無なんですよね。で無っていうのは何もない無じゃなくて、全てがあるっていう無なので、全てが尊いし全てが愛しい、でそういうことの気づきっていうのが、あのまさしく綾部吉水で私はあのはっきり掴んだんです。それであのすごい希望を感じたんですよ。でこれがあればね、何が起きても大丈夫だって、はい、あのそしてですね、もしこういう思いをあの心底から抱いた人たちが少しでも多くなれば、持続可能な暮らしに変わり始める。そして今地球環境はどんどん崩れてきてますけども、まだまだ間に合うって思ったんです。でそこに向かっていくためにはね、私たち自身がまずですね、あの感謝の心ですよね。今こうやって宇治本さんがあのこれ3年前にあの買われた、竹のあのプラスチックフリーのカップですけど、こんな大事にね、やっぱりそうすると味が出てくるじゃないですか。 そして愛着が伝わってきますね。愛着伝わってきますしね、はい、それでいいものだっていうふうに見えてきますし、そしてそこに一緒にいることで豊かさっていうのがやっぱり共有できるんですよね。やっぱりそれは見えないところで振動が伝わってるからなんだと思うんです。だから私たちが思い出さなくちゃいけないと思うのは、あのもう一度ですね、自分たちの生活のあり方の中にある、あの簡単で便利で安くて綺麗が本当の豊かさなのかどうかをちょっともう一度立ち止まってですね、考え直してですね、そうじゃなくてクオリティを上げていく、生活のクオリティを上げるってどういうことなのかっていうことを、あのこの映画を通じてね、あの多くの人に気づいていただきたいなって思うんです。それからあの結局ね、例えばこう環境活動とか してくると戦っちゃう時が来ちゃうんですよ。どうしてもね、どうしてもですね、はい、なんか権力みたいになっちゃったりとかね。で戦うとね、あの何もいいことなくて、そうじゃなくて、あの我々が一人一人が気づくことですよね、うん、そして一人一人が変わること、うん、で変わることでやっぱり世界は変わっていけるんだっていうことですね、うん、それをね、私は綾部吉水に行った時に体感したんです。こんなに幸せになるんだって、あのゼロウエストの方がいいなって、うん、そしてあのそっちの生き方を目指そうっていうふうに、はい、思えた本当に感動的なあの体験をさせていただいて、あの宇治本さん、高子さんに感謝ですね。ありがとうございます。僕たちは、ね、この映画の冒頭に出演されてる竹本さんがこういうプラスチックフリーのお店をもう何年も前から立ち上げて活動しながらも、そのしなやかにみんなにこう伝えようとしてる、そのしなやかな彼のエネルギーというか情熱に本当に尊敬というか敬服しちゃいますよね。でその彼をこう入り口にしてこの映画を撮られた監督にももうすごいなと思うけど、あの竹本さんのしなやかさというかポジティブなエネルギーってすごく僕たち勉強になって、これを持ち歩くと竹本さんにと一緒に頑張りたいなというふうに思うわけです、はい、なるほど。いや、あの竹本さんのお話を伺って、まずはその現場の声なので、はい、あの地球が今どういう状況にあるかっていうことを、あの陸側にいるとね、
分からないことがいっぱいあるんですよ。海の中を見続けてる方の言葉っていうのは。本当ですよ。で、私自身地球環境が今どういう状況にあるかっていうのは、今までこれまでいろんな映画作ってきてるので、はい、分かってたつもりでした、うん、ですがね、やっぱり40年間海を潜り続けてきてる竹本さんの言葉っていうのはものすごい説得力があってですね、ですね、うん、であとね、途方もなさっていうのは一瞬感じたんです。この今の地球の状態を、うん、現実を見ると、はい、でもね、その竹本さんがまだまだやれるじゃないかって、やれることあるじゃないかって言ってることに私は希望をね、いただいたんですよ。で、確かにその通りなんです。今いろんな意味で崩れてきてます。で、地球環境っていう意味では非常に悲観的な見方の方が、ある種多くなりがちな現実が今迫ってきてます。でも可能性があるんです。その可能性にかけてみようっていうことですよね。で、少なくても目覚めた人たちがその可能性にかけようって本気になって動き始めたら間に合いますし、そして持続可能な世界をこの地球上で作れると思うんです。さらにもっと豊かな世界が始まるって、私はこの映画を撮ってて希望が見えました。で、希望ある未来が見えてるので、少しでも多くの人にまずこの映画伝えたいんですね。で、見ていただいてまずは現実を知ることで、知った上で行動を変えていけるように気づいて いただく方が全世界100万人以上、1400万人以上広がっていってほしいなって、そんな思いがあります。いや、本当にね、今監督おっしゃってた言葉っていうのはその映画そのものなんですけれども、ここでね、こう皆さんもいろいろ受けられ思われることたくさんあると思うんですが、大事なのはその希望であって、でこれは楽観視ではないんですよね。楽観視していくと、じゃあこのままでいいのかみたいに、まあ、ほとんど現状で多くの人が思われることになるんですけれども、でもそうではなくて、これをポジティブに捉えるのではなく、この現状を受け止めた上でちゃんとそこに、まあ、一縷の希望を見出して、そこでじゃあどうしたらいいかっていうことをこうみんなでもう気持ちを意思決定して進めていく。で、それにはそれこそみんな一人じゃできないですから、こうしてみんなで一人一人手を取り合って歩んでいくっていうことが、まあ、必要不可欠になるのかなと思います。まあ、最後にですね、ちょっと一言すごくいいネイティブインディアの言葉があるので共有させていただきたいんですけれども、私たちは決して先祖から受け継いでいるものではないと。私たちはこの地球というものは未来の子どもたちから借りているものであるという言葉があります。で、これは本当にその通りだなと思ってまして、全てをこうね、愛するということ、そして信じるということ、そして慈しむということは一個一個が自分たちの所有しているものじゃないんだっていう認識から変わっていけるんじゃないかなと思っています。そして今日これをご覧の皆様もぜひ周りのお友達ですとかご家族ですとか大切な人に共有いただいて、少しでもこういうテーマをお話しいただくことで何か変化を起こすことができると私も確信しておりますし、でこれがね、上勝町の例に漏れず日本全国の自治体とかに広がっていくことを強く願っていますし、そうなると期待しています。ね、本当に皆さん今日はお越しいただいてありがとうございました。吉川さん、宇治本さん、そして白鳥哲監督にご登壇いただいた対談でございました。これより作品のご紹介をさせてください。本作品は9月から名古屋のシネマスコーレ、東京シネマハウス大塚、大阪シアターセブン、長野アイオイザロキシー劇場で公開されます。ぜひお友達や周りの方々へお声掛けいただけましたら幸いです。本日はありがとうございました。